高知はすごい鮮明さの一つで、まっすぐ行って、まあ、ここ信号3つ目に行ったところを右に曲がったら大手筋っていういい筋があるんですけども、そちらの筋で、まあ、片側2車線なんですけども、そちらの2車線を全部封鎖して毎週日曜日は日曜日っていうのをやってる。これも結構高知の名物であったりするんですけど、 そこでもその露店が並んでて、その中で芋店とかっていうのを販売とか、他にもいろいろね、お花であったりとか野菜であったりとかいろいろあるんですけども、まあ、そういうのもあってね、高知の芋店って言ったらやっぱりね、なんかあれ有名ですね。その何回か遊びに来てくれてる友達も芋天を食べるために高知に来るっていう、本当に。で、この間帰って行った時には、今回食べた芋天よりも美味しい芋天を探しといてねって言って芋天ってでもさつまいもで天ぷら揚げるだけなんじゃないかなって俺思うんですけどね、高知県人やけど、うん、けどやっぱりなんか違いますよね。なんかお芋自体が美味しいのかもしれないです、ね。まあ、こんなに 芋手に対して話膨らんでくるのしょうがないんですけども、 それで4コマ漫画がありました。ハリマヤストーリーというフリーペーパー誌には芋天くんっていう、でそれでその編集長さんが曲作ってくれませんかっていうことで曲作りまして、でそれ今から歌いたいと思うんですけども、まあ、これを少しでもこの高知 の食べ物であったりとか、高知というものはこういうことなんだと、こういうことっていうのもちょっと違うかもしれませんけど、まあ、ちょっと宣伝があったらちょっと歌っていきたいなということで、はい、千秋ちゃんがこれちょっとセリフ喋りますんで、ちょっと音声さんちょっとこう音をねちょっと大きめにお願いします。はい、というわけでじゃあ聞いていただきましょう。芋天くんです。はい、芋天くんはうっとまちゃんが酒、熱い心はブランド189、誰にも負けない。ここは土佐の日曜市、待てばチャンスはきっとやってくる。この油の厚さに耐えることができれば、ふるとまちゃんの笑顔に変える街、通りを歩きながら僕を買ってくれた誰かが、
Hey!